茨城県道、福島県道15日立岩木線は、茨城県日立市から、高萩市と北茨城市を経由し、福島県岩木市に至る県道である、茨城県日立市を起点とし、福島県岩木市を終点とする、主に、太平洋沿岸の茨城県県北地域山間部を、縦断する主要地報道で、国道6号とは、山側で並行する、幹線道路。かつて、 茨城県においては、日立市急重央町の区間は、国道6号であった。1935年11月29日に、県道日立名古祖線として、路線認定されたのが始まりで、1972年3月1日に、昭和10年11月29日茨城県国時第731号で、国示した県道の路線認定の一部改正があり、現在の県道日立岩木線として、 茨城県日立市を起点とし、重要な経過地とする北茨城市を経由し、福島県いわき市を終点とする路線として、茨城県が路線認定した県道である。1995年に、茨城県道の路線再編が行われた際に、整理番号10に変更されて、現在に至る、道路の一部で線形が悪い境外な区間がある、ことなどから、平成2年度から、 北茨城市の日田名港区の道路改良及びバイパス化工事が着手され2012年に道路改良区間が全線開通した。また平成10年度から日立市中央町友部をバイパス化する砂沢バイパス工事が着手され一部共用開始されている。全線対抗2車線で大型車を含めて交通量は多い。原動は 狭く曲がりくねった区間もまだ多いことから、平成以降、道路拡張やバイパス化の道路改良工事が積極的に進められている。2016年5月現在では、日立市中央地区で大きく迂回する現道を改築する砂沢バイパスの整備が進められている。道路法の規定に基づき、茨城県内の日立市川町、国交通省交差点から、市中央町友部間を呼び、 北茨城市河川町仮想殿、道志関、本町富士が、岡岸は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。十国トンネル、茨城県北茨城市中郷町北名道市、中郷町、松井の阿部熊高地を貫くトンネル、延長200メートル、高さ4.7メートル、 幅7.5メートル。1995年7月竣工、現在のトンネルは2台目で、旧トンネルの西隣に建設された。旧トンネルは、廃道となり、高校が塞がれ通行止めであるが、今なおその意向を見ることができる。福島県名古蘇町境に位置し、二級水系広田川を渡る。1932年にかけられた、急遽の老朽化対策と、 当時資金に建設されていた常磐自動車道に関連する事業として1984年度地報道、橋梁整備事業により掛け替えに着手された。総事業費は1億4350万円。西木町から新井田町にまたがり、二級水系メ川を渡る。新井田町から中岡町にまたがり、二級水系メ川水系山田川を渡る。後田町あざ柳町に位置し、 二級水系サメ川水系天神川を渡る、後ろ田町アザイに位置し、新言州地山派の寺院である法徳院の境内の地下を横断する、改作工法で建設された、区形断面のトンネルであり、両側に歩道トンネルが設けられている、都市計画道路なこそ岩間線街路事業に伴い、緊急地方道整備事業として2003年度に事業化され、 2005年2月2日に起工式が行われた。2005年9月21日に貫通し2007年11月28日に開通した。総事業費は21億9700万円。上田町に位置し、JR 上磐線を渡る。上田町商明電に位置し、二級水系サメ川水系渋川を渡る。重要幹線街路事業により1988年度に、 都市計画道路なこそ岩間線の橋梁として着工された。総工費は3億5000万円。日立市町木津町交差点茨城、福島県境付近岩木市西木町付近。ありがとうございます。